ご機嫌クッキングのコーナーです。今日の先生をご紹介します。中華料理桜の桜井先生です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日教えてもらうのはこちらのお料理です。今週は夏らしくピリッとスパイシーです。今日は鶏手羽先のスパイシー揚げ炒めを作ってもらいますよ。美味しそうですね。ではお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、まずは合わせ調味料を作ります。はい、はい、こちらですね、醤油、砂糖、黒酢、旨味調味料、ごま油、ラー油、塩、胡椒、あとお水が入ってます。で、よく混ぜてください。はい、で次に鶏の手羽先、さっき噛んじゃいましたけどで鶏の手羽先の先を切ります。でここに関節があるので、あの骨と骨の間のところを包丁を入れてください。あの配列ラインでこうやって取ります。今スッと入りましたね。はい、そうですね。こちらを置いておいて、でここも骨と縦に切りますけど、2本ありますもんね。2本ありますけど、そこの間に入れてください。こっちちょっと切りづらいですね、はい、ちょっと大きさが違いますけど、で、まあ、2本、1本の方が食べやすいっちゃ食べやすいですよね。あと火が入りやすくなりますので。なるほど。でここに下味つけます。醤油でよく混ぜてください。でここに小麦粉を入れます。これも入れたらよくもう練るような感じでしっかりつけてください、鶏手羽先のコーティングをしてあげるですね。旨味が出てしまうので、はいはい、でそれをフライパンで油引いてあるところ、多めの油を引いてあげるところに今もう焼いてあります。で揚げ焼きっていうのは油多めに、そうですね、はい、油多めにしてください。でここにしめじと長ネギを入れます。はい、でしめじと長ネギに半なんか5割ぐらい火が通るような感じで炒めてください。ね、この緑の部分をね、有効に使うと、もう、はい、長ネギでも青いところ使ってください。ね、手羽先も美味しいですよね、この皮の部分とかね、ちょっとついた油とかさ、骨の周りのお肉って美味しいですよね。油がじわっと出てくるんですよね。ネギと油もね、鶏の油も相性良さそうですよね。そうですね。炒めたらあげると香りが良くなるので、はい、はい。で、ここで一回開けます。油をちょっと切ってください。うーん、あ、これですか。はい、でそのフライパンを、そこでちょっと足してください。油を、油を足す。はい、ちょっとここは少し弱火にしてもらって、鷹の爪でニンニクチップで粒のホワジャオです、あ、山椒です、をここに入れてもらって、へー、で香りが出るまでちょっと少しゆっくりめに炒めてください。ここで強火ですとすぐ焦げちゃうので、焦げるとすぐすごい苦くなってしまうので、ここは気をつけてください。もうスパイシーの元ですよね。はい、ピリ辛で美味しい味付けになりそうです。生のニンニクというよりニンニクチップの、生でも大丈夫ですけど、あの炒め具合がちょっと水分が多いので、ちょっと焦げやすいんですよね。でこっちの水分飛ばしている方が焦げにくいので、でチップ使ってます。山椒系の香りしてきましたね。で先ほどのやつを戻します。はい、奥田さん、でここで強火にしてください。ここで強火、で先ほど大詰めっていう感じですね。はい、そうです。先ほどの合わせ調味料、一気に回してくれます。うわーですよ、山椒。わー、山椒の香りがした。そうね、その部分水分が飛ぶような感じで炒めちゃってください。手羽先に小麦粉を振ってあるので、これがあのとろみがついたりコーティングが しやすくなるので、タレが絡みやすくなります。ご飯に合いそうな香りの時点で、ご飯やおつまみでも、鷹の爪の色といいね。ねネギの、ね、青といい、色合いもいいですよね。でこれこのぐらい絡まったら、はい、もう
盛り付けします。まあいいおつまみになりますね、これね、うん、そうです、うん、ビールに合いそうだな、これ夏にはいいですね、うん、照りがいい、はい、ではあとお好みで小ネギをパラパラと、はい、うんうん、はい、これでいいですね、完成です、うん、はい、完成しました。それでは材料を振り返っていきましょう。はい、3人分です。鶏手羽先6本、粒ホワジャオ 2g、 鷹の爪10本、ニンニクチップ 5g、 しめじ 40g、 長ネギ1本、小ネギ、揚げ焼き用の油適量、そして調味料は水大さじ3、醤油、砂糖、黒酢または酢小さじ2、旨味調味料ごま油、ラー油小さじ1、塩、胡椒小さじ1/2です。材料レシピはホームページまたテレリンクに載っています。どうぞご覧ください。はい、ではいただきます。いただきます、はい、ちょっと骨の部分手で持ってもいいですかね、はい、うん、食べやすい感じ、うん、うん、おいしい、うん、おいしい、味がしっかり染みてて、うん、はい、そうですね、うん、ちょっと冷めても味が染みて落ち着くぐらいですね、うん、そうですね、うん、はい、うわ、香りがね、スパイシーだこれは、うん、うん、山椒の粒を食べてしまうとすごくなっちゃうので気をつけてください、うん、分かりました、はい、ダイレクトに噛むとね、うん、山椒とニンニクととにかく香りがいいなと、美味しいな、この部位はね、うん、柔らかいですね、ビール欲しい、冷えたビール欲しいですね、皆さんもこれ見てるだけでそう思ったかもしれません、ね、どうぞ皆さんご家庭で作ってみてください、はい、さて明日です。明日のメニュー、明日もテーマはピリッとスパイシー、明日はスパイシーカラボナーラを作ります。材料はパスタ、コチュジャン、そして生クリームを用意してください。今日のご機嫌クッキングは桜井先生に教えてもらいました。先生ありがとうございました。ありがとうございました。